今日はなんだっけ、肘か、肘の5回目なんだけど、はい、これは面白かったね。あ、そうですね、この間の2日のチーノスのウェビナーです、ね、福井先生ってさ、すごい優秀だね。びっくりしたね、はい、論文書くときに統計を手伝ってもらったんだけどさ、はい、やり取りはメールでしてたんだけど、優秀な先生だと思ったんだけど、聞いたらさ、うん、面白かったよね。面白かったです、うん、で論文の話だったんだけど、もうこのね、はい、もうこの論文自体もすごいんだよね、うん、インパクトファクターが高いし、であとは論文の書き方とかさ、はい、勉強になったよね、はい、あとはその診断もさ、熱が先にあるパターンは、うん、っていうのがさ、はい、勉強だったよね。勉強になりました。関節痛の前に熱。そうですね、うん、であとほら全体的なさ、あれボストンにいるんだっけ。そうですね、俺ね最初何分か見逃しちゃったんだけど、ボストンにいるって言ったっけ。はい、アメリカから、アメリカからもう俯瞰してさ、ね、いろいろ問題点を教えてくれてさ、うんうん、もう非常にね、小林先生曰くもう神回って言ってそうですね、小林先生が神回って言ってんなら相当神回神回中の神回だよ。それですね、でなんだっけ、あとさボストンではさリリースするさ、はい、若い先生リリーサーって言うんですよ、リリーサーちょっと流行らせて、新しく聞きましたけど、うん、一般的っぽいですね、リリーサーって言うらしいから、ね、ちょっと流行らせましょうなんだっけ、今日必要な話か。あ、そうですそうです、この論文ね、はい、うん、でちゃんとこのハイドルダイセクションとハイドリースを分けてさ書いてくれて、うん、でやっぱりハイドリースはスタッキングファッシャーね、要するにファッシャー自体がターゲットだということをね、はい、ちゃんと論文で書いてくれたんで、まあ、これから勘違い間違いする先生は減ると思うんだけどね、うんうんうん、でこれほら我々が書いたでしょ、はい、この時にも福井先生がさ、うんうん、このハイドロリースがちゃんと出たから、はい、再レポでね、うん、で福井先生が私のねよくわからない統計、はい、クロちゃんもよくわかんない、統計は統計難しい福井先生がよくやってくれたからね、はい。今回はね、肘外側物テニス肘を含むの5回目、5回目ですね、もう4回過去にやってます。で見直してみたわけ、これから、はい、そしたらさ、浅川くん の, あの評価がすごいね、うんうん、詳しいですよね、うん、すごい。だからこれさ出すときに概要欄にさ1から4を、あ、はい、ね、わかりました、まとめて、あと17、18でエキスパートセミナーがあるからさ、はい、その先生方にもちょっと見てもらうといいかもしれないね、はい、でちょっと復習ね、はい、肘外側物の治療ポイントで、まず関節内の治療、うん、これさっき言った全身の疾患に伴って関節痛が出る場合があるから、はい、だからよく聞かないと言わないから、発熱が前にあったかとかね、うん、そうですね、うん、はい、あとまあ関節外の治療で、こう付着部の治療はみんなやるじゃん、うん、ね、よくやるところです、うん、でさ、これしかできない先生はさ、うん、ここに5回も6回もステロイド入れるからさ、うんうんうん、っていう話もしたじゃない、はい、だ途中で気づいてよって話で、ここでダメな場合は心筋群の環境改善ね、はい、うん、収縮のこれをね今日メインに、あとその血管リリースの話ね、はい、これ前にもちょっと言ったんだけど、うんうん、この付け足し、はい、あとはこの関連痛で痛みがこっち飛ぶ場合があって、うんうん、これも話してあるから、はい、今日はこのこれのお話です、はい、ね、心筋群の環境改善と血管リリースと、まあ、血管リリースもまあ環境改善って言っていいかもしれないけどね、うんうん、で復習、治療ポイントね、レチナクルムと関節法ではね、前と後ろ、あと中筋ね、この辺はやったからざっと流すね、こういうとこね、はい、うん、これこう広くずっとね、うん、心筋したいってことですね。そうそう、心筋したいね、はい、あとはこのカプセルね、前側のこれ復習だから、はい、ざっとこういうとこね、こういうとこだとね動きやすくなったっていう人が多いから、うんうん、はい、これの前と
後ろね、後ろで、うん、まあこれはいいでしょ、やったからね。あと中金、うんうん、中金ね、中金でさ、ここにさ、うん、ここにいるでしょ、はい、反骨幹、反回骨幹動脈か、はい、これがね面白いんだよ、ちょっとよく調べたらさ、うんうん、これがね、はい、これはなかなか奥深いんだよこれこれリカレントインテロステス、インターオセウスか、アルテリ、あ、そうか、それが、だから、ね、これがね、ここにあるんだけどさ、こっちから来るんだよ、え、こっちから、面白いでしょ、本当だ、こっちラジアルアルテリで、ウルナルアルテリーからね、総骨幹動脈、はあ、息のね、はい、でここ分かるだけ、前と後ろ、はい、あれね、はい、前と後ろで、後ろがさ、こう回って回ってくるわけさ、そこで半回で、半回してるわけ、で後骨幹動脈はさ、これもこっち行くわけさ、はい、うんうんうん、でこの挙動が面白いんだよ、これまた一緒になるんだよ、こっちの方で、ね、でこの総四、神経の裏に行くわけ、うんうんうん、それは面白くってさ、この間こうやって釣りていたくてちょっとこう腫れてたんだけど、はい、総四神経と、うん、その骨幹動脈のところの技術やったらすごい好きなんだけど、まあ、それはそれで後でやるんだけど、だこういう、そこから後ろに、後ろに行くんだよ面白いでしょ、なんでそんなになってんですかね、なんでかねだからこれ大体ほら、あの、なんちゅうの、みんなループループしてるからさ、 なんかあれじゃないの、血流が途絶えた時でもさ、やっぱりそういう、ああ反対からでも行くようにとかさ、うんうんうん、うん、でこれがさっきの戻るけど、ここに、ここにいるわけさ、なるほど、だからここもちょっと白いじゃん、はい、ああ、だこういうとこは効きますよっていう話ね、面白いでしょこれ、面白い走行ですね、面白いんだよこれ、もう調べてたらさ、もう訳分かんなくなって、最近やっと分かったよね、でまた前の方でもぐちゃぐちゃしてるから、ね、尺骨動脈からっていうのが面白いですね、面白いね、頭骨っぽいもんね、そうですね、ただその辺もバリエーション相性だよね、あ、そうですよね、ああきっと、ああ、でこれ中筋だからさ、はい、海外筋で、うんうん、これが尺足手根伸筋で、こっちが総四神経かな、だからここの3つが重なるじゃない、うんうん、ね、これもやったよね、これみんな復習、うん、でこの不老線の開けたとこね、はい、これよくやるよね、はい、うん、でこの神経をやるときはもうゆっくり針を進めるということです、はい、でさ、ここについてるのはさ、この辺じゃない、はい、ね、うんうん、これが肘のここについてるじゃない、はい、うん、でだこれがここで締められちゃうとさ、動き悪くなっちゃうじゃん、はい、ここで上からかぶさってんだからさ、うん、はい、あとここも、うんうん、ただまあここの痛い人はもちろんやるんだけど、肘の痛い人もここを緩めることによってさ、うんうん、この動きが良くなるというか効率化するってことね、はい、これはさ YouTube で言ってないよね、確かね、ウェビナーで言ってたかもしれない、ウェビナーですかね、多分ね見返してなかったんだよね、あ、そうですか、だから肘の痛みなんだけどこういうとこも効きますよっていう話でさ、うんうんうん、これはね、手の痛みでも言ってるんだよね、あの石田先生のところやったじゃない、うんうん、はい、うん、ここね、はい、で今度はもうちょっと回しようと、ここういうところにです、面白いでしょこれ、うん、そういう考え方がねいいんだよ、うんうん、だからここを緩めるためにこっちを緩めるという理屈ね、うんうん、はい、で実際聞くからね、うん、でさっきはさ、こことこうやったでしょ、はい、
だからここの話をさしたじゃない。これこれこれ。うんうんうん。はい。ここも行くんだよ、実は。はい。だから、ここ緩めるとこれが緩んで、今度はこの下のが緩んで、みたいな。はい。で、ここでね、この交差するとこね、上母子外転筋と短母子心筋で、これ、第一か。はい。第一か、ここ、くくってじゃん、これね。下に行くんですね。ここをこうリリースするとこうこれね。でこれはさ、またこの最近のこの CRPS でこっちの方が痛いパターンにここを見てここにいたから、いろいろね、こうなんていうの、あの関連してんだよね。はい、うん、で頭骨神経もこれもやっていっぱいんだよね。うんうん、ね、はい、ちょっと復習でさ、この肘のちょっと上でやるじゃん、頭骨神経。はい、でさ、これもしこれ普通にやるんだけどさ、さっきのさ、今度こっち側になるんだよね、ラディアルリカレントアルテリア。はい、でこれがさ、大体一緒に走ってんだよ、頭骨神経とずっと。はい、ね、うんうん、でこれは頭骨神経こっち行っちゃうじゃない。はい、だから神経だけ考えてるとここ思いつかないんだよね。うんうんうん、でこの辺は一緒だからさ、はい、頭骨神経リリースやってるつもりでも、うんうんうん、血管神経でもリリースやってんだけど、はい、ここでも分かれちゃうから。なるほど、だからこの痛みにさ、大体こういうとこって聞くから、うんうん、だからこのラディアルアルテリーからこの分かれるとこね、はい、ここ、これも実際この痛みに効くんだよね。これ分かれるところ、ここでこれ分かれてるじゃん。ね、あ、そうですね、はい。ちょっとね、うんうん、あ、浅いからここはね、うんうん。で、そこのリリースと。ここちょっとさ、白っぽいじゃん、この辺さ。はい、ということでさ、ちょっと考え方ね。はい。うん、今回はね。うんうん。うん、あの構造を考えると大体負担のかかりやすいとか分かるでしょ。はい。かぶさってたりとかさ、クロス。あとは神経だけじゃなくて血管も考えてると、うん、だから神経だけだとこういうところのさ、こういうところの治療って思いつかないじゃない。そうですね。ね、うん。実はこれ聞くからね。ということで第5回。第5回、はい。結構対策になったね。そうです。5回シリーズ。まとめて出しとこう、概要欄に。わかりました。で次回はね、この間帯状疱疹の話したじゃない。はい。そしたらこのこっちのさ、プテリゴプラティンガングリオン。ガングリオンに。はい。効いてるんじゃないですかね、みたいな話。うん。さ、まあ確かにそうで。だからね、最近このちょっと深いとこ、はい、うん、これがね、あ、こっからさ、こう回り込むんだよね。これだとちょっと分かりづらいかな。こうマキシラルアルテリーがさ、はい、両太つきのこう回り込むわけ。外側両太つきの前、うん、うん、でプテゴパラティンフォッサっていうさ、うんうん、今度は勉強会やるでしょ、はい、そこに行くわけさ、うんうん、でそこにはこのプテリゴパラティンガングリオンがあるわけさ、うん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 、だから麻酔科の先生的には骨をメルクマールにしてさ、うんうん、ここに行くわけ、直接ブロックだからね。あ、そうなんですね、うんうん、なんだけど、うん、血管が効くからさ、うんうん、血管前はさ、ここ短軸で出したでしょ。はい、で長軸で出すとさ、ちょっとこう下から、まあ後でやるけど、ちょっとこう潜るとこがあるから、うん、だからマキシラリアルテを追っかけてればさ、こっちに行くわけさ、はい、うんうん、だからマキシラリアルテのちょっと今まで深いところでやると、うんうんうん、この神経ブロック的な効果でね、はい、曲も使わなくてもさ、うんうんうん、で最近それやれまくってるわけ、はい、効果出るんで。頭痛にも効いたし、今日もやったかな。
あとこの辺の帯状疱疹でいろいろやってなかなか取れなかったんだけど、はい、ここやったり切ったりとかさ、うんうんうん、ただちょっと手技が難しいんだよ。ああ、うん、ちょっと深いっすもん、ね、深いし角度を変えないといけないから、だからマクシラリーアルティを今まで短軸で出したでしょ、うん、あれを長軸に出すと潜ってるから、うんうん、下に行きますね、下に行くからね、うん、ただねいくつか枝分かれてる人てるから、うんうんうん、だからこのマキシリアルテって奥深いんだよな、いろいろこっちはね、うんうん、で思ったよりこう効くんだ、いろんなものにさ、はい、いろんな症状に、うん、そうだね、頭痛に効くってもいいし、まあ、この辺顎の痛みも、顎の痛みもいいしね、歯の痛みもいいですよね、うんうん、でさ今ね浅いところからやってたから、浅いところからやっても多少回るんだけど、やっぱ深いところでやった方がなんか効く感じがするんで、うん、ああそうなんですね、ということで、はい、次回はそこを、うん、この辺のお話をしたいと思います。楽しみです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。